17号と18号が動き出したとしたらベジータで勝てると思うか。さあな、今は奴らが動き出す前に破壊できるよう祈るしかあるまい。人が少ない北の山中に研究所を作るとは、ドクターゲロというのはよほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだな。わからん話ではない。17号と18号か。もうベジータの先に見つけていないだろうな。まだか。研究所がある場所というのは。もうすぐそこだ。これは相当にいいものだぞ。北の方はさすがに寒いよな。上着が欲しいぜ。我慢しろ。俺だって寒いんだ。不便だな、地球人は。ザコがいるようだな。いつでもいいぜ。かかってこい。魔漢考察法、魔漢考察法、もんね。ザコがいるようだな。修行の成果を見せてやる。魔漢考察法、
い楽しめたな。
ザコがいるようだな。修行の成果を見せてやる。すぐに片付けてやる。ザコがいるようだな。修行の成果を見せてやる。ザコがいるようだな。面白くなってきたぜ。なんとか勝てたって感じか。その程度だったか。
った。この近くだ。なんだ、うん、海の親であるこのわしを。よく言うぜ、勝手に改造した分際で。もう一度言う、ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは？16号。16号か。なるほど、俺たちより前のタイプか。16号だと？16号なんて俺は知らないぞ。あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いない。はい。ですがあのでかい16号は知らない。何？少なくとも俺の時代にはいなかった。あんなや、どうなってるんだ。どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。そういえばドクターゲロは？あいつなら死んだ、今さっきな。え？さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲルの言いなりになるのも尺だが、
俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ。そうだ。よし、なら決まりだ。まさか悟空寺に行くつもりじゃ。だってドクター、そんなことはどうでもいい。このベジータ様を、カカロットを殺すだと？ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。ハイウェイのようだな。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ。ガキか、女か、デクノボーか、それとも3匹まとめて片付けてほしいか。そうだ16号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃ、大丈夫ですか。ちっ、もう来やがったか。鬱陶しい。これからベジータは18号と戦うんだ。じゃ、なんだと。とはいえ、見てるだけってのもつまらないか。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。言っておくが、俺は女だからといって手加減。と言っても人造人間、女じゃないか。覚悟しやがれ。あれれれれか。Yeah!
までやるとはね。孫悟空って男はもっと強いわけ。俺の方が上だ。なんだ、大したことないんだね、どっちも。あんだと。いくよ、ほら。キラッ、ほっ、ハッ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 ハ
思っても見なかったよ。あんたがここまで戦えるの。頭にくるぜケロ。でも、もう限界みたいだね。心配するな。ドイツもまだ生きている。さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか。心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白い。あんたってガキっぽいよ、17号。そうか。別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待ってくれ。なんだ、何か用か。お前たちの目的は一体何なんだ。とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ。なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ。そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。じゃあね、バイ。みんなを助けなきゃ。先祖のことを知っていて見逃したとは、俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、思うんじゃない。放っておくんだ。奴はスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかった。はっきり言うぞ、孫がいくら強い、とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って、やつをどこかあれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が。そうだな。でさあな。どうしたんだピッコロのやつ。あっちの方角は。そうか、やっぱりあいつ最後のとっておきの手段。なんだその最後。あっちの方角に何があるかわかるか。あっち。さあな。神様ん家だ。神様の。どういうことだ。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人に。ナメックでは神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのは、知らないのは父親のベジータだけさ。え、そうでしたか。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。わかった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。ああ。
無理するなか。本当だよな、今度ばっかりは。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。